文学少女は、木々、高太郎の短編推理小説。1936年、新青年10月号に掲載され、その後、緑色の目と共に、柳桜集の一編として刊行された、大新池先生シリーズの一編。当時の新青年の編集長、水谷仁氏からの問題になる作をとの依頼により、発表の年の軽井沢の旅行の際に学校したもので、 ある。ミアは貧しい生まれ家庭に育った少女であったが、小学校の成績で主席を取ることが多く、絵にあって女学校にまで通えることになった。2年生になって寄宿舎に入ることになり、その図書室でショーペンハウエルに出会い、やがて小説を読み出すようになった。そして5年生の時に、東京で発行されているある女学生雑誌に短編小説を応募し、 一等、第二席に受かったが、親戚が文学で身を持ち崩したという父親に、文学を禁じられてしまった。ほどなくして、その父親がアルコール中毒で急死し、宮は女学校の卒業とともに、親戚一同の勧めもあって、結婚を強いられることになった。彼女は抵抗したが、受け入れざるを得ず、文学への楽しみを許してもらうという条件で、 意に添わぬ夫との結婚を承諾した。ほどなくして、一児の母親になったミイアは、ますます文学への思いを募らせ、雑誌、火の鳥の導人になることを夢見るようになった。そして、火の鳥の導人の一人が重視であるという青年と、恋に陥るが、やがてその関係も終わり、再婚して取り残された家族の面倒を見るうち、婚下に残してきた自身の蔵書のことが気にかかり、 夫との関係を修復するに至った。夫が役所勤めで東京に転勤になり、娘が精神的な病にかかったため、知人の紹介で、慶慶大学の教授、大神池に診察をしてもらうことになった。大神池は、娘の病状を描写する宮の文章からただならぬものを感じ、宮に今までに記した文章を送ってほしいと請願した。宮は、 自分が記したもののうち自身の体験に近いものを大臣池に送った。ほどなくして大臣池より返信が届き友人の小説家の丸山を紹介すると言ってきた。丸山は宮の作品に感銘を受け100枚程度の作品を制作してほしい。それを知り合いの編集者に紹介する旨を約束した。宮は 爬中という作品を含む3編を丸山に送ったが、雑誌の発売日に宮を共嘆させたことは、その、爬中が丸山の新作として紹介されていることだった。落胆し、丸山への奮怒の念が湧き出る宮であったが、改めて自身の作を読んでみると、爬中は、作者の手を離れて独り立ちできるほど、完成度の高い作品であったことに感動さえ覚えた。しかし、 丸山側から370円の金が送られたことで、ミの心は現実に戻された。そして、無神経な夫は、ミから、その370円の金を取り上げ、一部を使い込んでしまった。夫への憎しみに駆られたミは、メチルアルコールを購入し、夫に飲ませ、死に追いやった。自分の服を室に入れ、不足分を補って、丸山に370円を返却したミは、 警察に自身の犯行を告白する際にあることに気づく。その後、ミは囚人となるが彼女が夫を殺した動機から彼女への同情が集まり、波中はミの作として改めて発表し直された。丸山の名前で発表された事情も判明し、ミの名声は高くなり、彼女の旧作も含めて単行本としてまとめられることが決定した。しかし、 その時にはすでにミアの体は病魔に侵されていた。今あの際に大神池と娘を呼び寄せたミアは自分が文学を愛したことに後悔はない。もう一度生まれ変わって文学をしたい。その時には大神池に見つけてもらいたいというい言した。ありがとうございます。